おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回なんかね、刑事さんとすごい気まずい雰囲気の中二人でお話ししたりとか、あとはアリスさんがゴーヤチャンプル食わず嫌いでしたみたいなこれはどうでもいいなみたいなことがあったことは覚えてますね。はい、じゃあ続きやっていきましょうかね。どんな感じだったっけ、これアトラクション挑まなきゃいけないみたいな感じだったっけ。はい、とりあえずロビー行こうかね。あれ、これ見たな。あれ、私セーブし忘れたかな。めちゃめちゃセーブし忘れてたみたいなんでちょっと飛ばします。はい、アリスさんからお話聞いてバンド解散の記事をいただきました。ありがとうございます。ということで、アトラクションを進めていきましょう。どこのやつをクリアしてないんだったかな。モニター憩いの場とかまだだったっけ。撃墜生えた時はやった。心霊シャッターゲームとかってやったんだっけ。まだか。青い人玉をゲットしていき、幽霊が出たらすかさずシャッターを押して撃退しよう。人玉を貯め切ればクリア。居合同意必要なんだっけ。合図とともに表示された武器を素早く選択し攻撃する。3人の人形を倒したらゲームクリア。なんか簡単だったね難易度。これクリアチップ2つだったっけ。あー、じゃあ簡単ならこれやろうか。ちょっとね、まだ今ねちょっと休憩とかって言って目つぶってたら寝てたんで、まだ頭ちゃんと回ってないんでソウさんとやると、ソウを操作時表示される武器の種類を事前にカンパできる。ほう。で、レコさんだと、威圧感で合図から敵が攻撃するまでの猶予が長くなる。なるほど。ナオさんは持ち前の観察眼で合図の1秒前に予兆を感じることができる。このギスギス空間楽しみたいんで、ソウさん一緒にやりますか。どうすか、ソウさん。やりましょうよ。頑張るよ。ここでさ、サラちゃんがさ、ソウさん一緒にアトラクションクリアしませんかって誘いに行ってるってことでしょ。結構、やるね。居合同一戦、開幕。これ、居合同一戦って読み方で合ってるよね。間違ってたら超恥ずかしいな。まずは私から。おー、かっこいい。頑張ってね、サラさん。はいはいはい。ルール説明。画面に突然表示される武器マークと同じ武器を選択して攻撃をしましょう。選択が遅いと先に相手から攻撃されてしまいます。お手つきも攻撃されてしまいます。OK、やってみよう。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので頑張りましょう。先に聞いとこう。はい。サラさんならこれくらい簡単さ。全然アドバイスじゃないんだよな。はい。どこに表示されるか。はい、これ。遅っ。反射神経ゴミがない。ああ、はい。せっかく真ん中にカーソル合わせてたのに。はい、倒した。次。確かにこれめっちゃ簡単だな。はい。次。はい。真ん中、全部ずっと真ん中出ろ。うわ、すげえ。怖い。早っ、マジ。はい、早い。マジでめっちゃ早い。ちょっと待って、勝てん。反射神経で勝てねえ。うわー、無理。すごい。ここまでか。ちょっとソウさん頑張って、頼んだわ。ちょっと、反射神経が悪すぎることが分かった。ちょっと、朝にやるもんじゃねえ。困ったな。やるしかないか。操作できる。予感がする。はい。えい。あ、そういうことね。なるほど。強っ。操作激強じゃん。予感がする。はい。はい。強すぎだろ。予感がする。はい。
どれが来るか分かってるの強すぎる。っていうか、サラちゃんは逆になんで分からない。なんで、サラちゃんには他何もスキルないのに、他のキャラクターの人たちみんな何かしら、こう、得意な分野があるの。すごいな。戦いに勝った。危ないところだったね。サラさんがいなければ死んでたよ。はい、クリアチップ。仲良く分けようか。うーわ。仲良くって取ってつけたように言ってくるの嫌だわ。これでこのアトラクションはおしまいだ。交渉時間。さあ、誰が出てくる？うお、九太郎さんしかいない。まあ一応セーブしますけど、ついに99まで来たよ。次で100だ。さあ、九太郎さん何ですか？サラ、メダルの交換、しないか。聞くよ、少しないよ。何枚欲しい？俺は40枚やるよ。サラは、10枚でいい。サラにとっても、悪い話じゃないはずだ。なんだ、九太郎さんの様子がおかしいような。なんでだ？サラちゃんのメダルって、てか、九太郎さんから40枚もらったら50枚であの個人情報聞けちゃうけどいいんですか？え？めっちゃ、な？どういう風の吹き回しだい？ちょっとまあ話し合ってみようか。よし。話し合おうぜ、サラ。サラ、お前さんメダルは持ってるか？はい。10枚でいいんだ！交換してくれぜよ！俺は40枚出すぜ。悪い話じゃねえだろ。九太郎さん、それはいい話ですね。どうかしたんですか？様子がおかしいんだよな。なんか、銀くんとかから大量にメダルもらって、200枚集めた？もしかして。これなら安心だな。誰も触れられることはねえだろうみたいに言ってた200枚のやつがあるよね。それが関係してんじゃねえかなと思うんだけど、ちょっとどうかしたんですかって聞いとくか。九太郎さん、どうかしたんですか？様子がおかしいですよ。そんなことねえぜよ。ちょっと疲れてるだけだ。だいたい、なんで急に自分が不利な取引を？どうせ自分のメダルは価値がねえんだ。お前さんが持ってた方がマシぜよ。交換してくれるだろ。サラ。ちょっと待ってください。なんかやっぱり変ですよ。そんなことねえ。これはただの取引ぜよ。お前さんに損はさせねえ。俺を信じろよ。カンナちゃんか。ほら、カンナちゃんがパソコンと交換するっていうのに取引するためにカンナちゃんとソウさんのメダルめっちゃ差し出してきたとか、そういうことだったりするか？それだったら九太郎さんが交渉に応じるのもさ、なんかわかるような気がするんだよね。でも、頼むぜよ、サラ。俺は40枚出す。お前さんは10枚でええんじゃ。交換、してくれるぜよ。九太郎さんは変だ。でも、この取引は私に得がある。嫌な予感がするけど、それでも、この取引を行うべきだろうか。これ重要だよな。でも私が交換しなかったところで他の人に交渉持ちかけんじゃねえって思っちゃうけどな。嫌な予感か。これはさ、私はどうしたらいいんだろうね。多分、長い階段の上にある自販機200枚必要なやつは、脱出券だと思うんだよね。脱出券だとは思うんだけど、それを九太郎さんが手にして先に一人で脱出したところで、別に良くねって思うんだけど、あれなんか言ってたんだっけ？整えるとかが。
誰か一人が脱出したら、もうお前ら全員ペシャンコだぜ、バイバイ、みたいなこと言ってたっけ？やばい、最初のその説明を覚えてないんだけどさ。それだったら、まずいんだよな。そっか、そういう可能性もあるのか。じゃあちょっと取引断ろっか。ちょっと死ぬのはごめんだぜ。ジョー君の命を犠牲にして生き残った命、絶対無駄にはしたくないからね。取引断ります。すみません。やっぱり交換はできません。サラ！少し落ち着いた方がいいと思います。キュー太郎さん。そうだな。悪かった、サラ。これで、話し合いは終わりだな。ああ、これで交換しないになるんだね。さて、どうするか。よーてめえ、調子はどう？久しぶりに喋ったね、整える。さっき君の話題を出したんだよ。何の用だ？怖い、調子聞いただけじゃん。よし、不良は許さないよ。二者面談もしたいと思いまーす。二者面談だって？あーん。いや、でも、久しぶりに出てきた割には、すぐ、整える出てきたな。ハンナキーがブレブレなのにもかかわらず、整える、すっごいやりやすい。じゃあ、ファイル100にセーブします。で、移動もできないんだよね。はい、じゃあ、話していきましょうかね、整えるさん。ちゃんとメダル集めてるか、てめえ。メダルか。いや、あんま集めてないっすね、今回ね。いや、あんなに言ったのに集めてないの？反抗期だな、てめえ。お前たちの言う通りにはならないってことさ。はぁ、それで損するのは自分だよ。知らないからね。まあいいや、ちなみに景品。ちなみに、景品交換所で手に入る個人情報は見た？あれ使うと、モニタールームの人工知能が起動して会話できるようになるんだよ。すげえでしょ。そうなの？あー。うわー。メダル集めたくなってきた。このセーブデータだとだいぶきついんだけど、ちょっとね、ロードし直してメダル集めとかやりたいね。人工知能か。まだわからないことだらけだ。ノエル、人工知能について詳しく教えてくれないか？てめえ、態度悪いからな。可愛く頼んだら考えてやるよ。なんだって？可愛く頼む、威圧して頼む、泣き真似して頼む。もうここは意を決して可愛く頼もう。ノエルくん、お願い、教えて。嫌だけど？いいな、好きだな、結構。ムカつくけど、そのヘアピンは返してほしいけど。卑怯だ、教えてよ、ノエル。まあいや、教えてやるよ。人工知能は、てめえら参加者をもとに超しっかり作られた複製みたいなもんでーす。しかも感情表現に秀でた心を持つ人工知能なんだよ。性格や記憶もすべててめえらを監視し続けて得た情報をもとに入力してるんだ。監視し続けた、だって？はい。そして記憶は半年ごとに定期的にアップデートし続けてるんだ。はあ。なるほど。だから、三島先生がサラちゃんたちのことを覚えてなかったのは、そのサラちゃんたちと会った記憶の部分がまだ半年経ってないからアップデートされてなかったってことか。なるほどね。まあ本気出せば一日で最新の記憶にできるんだけどね。本当はデスゲーム中の記憶も順次アップデートしていく予定だったんだけど、三島の人工知能に死んだ時の記憶を入れてみたらバグっちゃったんだ。お前は、いや、最低だわ。そりゃバグるに決まってんだろ。頭おかしくなるだろ。人工知能にも心があるって言ってんだったらさ、もう、死んだっていう記憶が植え付けられた時点で死ぬでしょ、その人工知能も。
けど、人工知能って記憶よりも人格の構築がとても難しくてね。記憶と違って、性格は3年ごとのアップデートでやっとなんだ。ほう。これ重要じゃない？これのおかげですごい今辻褄があったよ。レコさん、性格変わったみたいな話だった。3年前のレコさんの性格なんだよ、多分今のレコさん。だから一人称は俺だし、でも記憶はあるんだよ。一日でその記憶、最新の記憶までアップデートしてるから。ってことはやっぱりあのレコさん偽物ってことじゃんね。うえー。3年ごとって、それじゃあ一体、いつから私たちは。気づいたか？てめえらの日常は、絶えず見張られてたんだよ。まあ、そんなとこかな。せいぜい死なないように頑張りなよ、指導員サラ。死んだら服はもらってあげるけど、な。なんてやつだ。3日目、昼。レコさんいるね、偽物。まあ、偽物って言っても心がある人工知能だから、結局は。もう決めつけてるけど。ってなったら、まあ、偽物とも言い難い気はするんだけど。でも本物もいるはずなんだよな。本物は多分まだあの中に閉じ込められてると思うんだよな。よし。アトラクションを進めていこう。よし、セーブしまーす。あー、100だからなくなった。ついに。では、入る位置に。セーブ！戻ってきちゃったさあ、まだ時間ありそうなんで探索しながらアトラクション進めるって感じでやっていきましょうかね。おい。本当にお星様集めるの手伝ってくれるにゃ？うん。おまわりさん、子供にも優しいからね。子供扱いすんなら結構わん。いや、銀くん、そっか、お星様まだ全然足りないんだろうな、きっと。レコさん？カンナたちが見当たらないんだ。自分の部屋で休んでんのかな。ほう。なるほど。ちょっとまあいろいろ探索しますか。憩いの場。あ、二人で話してるね。クリアチップが足りないもので、何かと交換していただけないかなって。そうか。まだ集めてたのか。だが、俺に言われてもな。サラちゃんやレコちゃんには、迷惑かけれないんです。わかった。何か手を考えよう。まあ、レコちゃんにね、迷惑かけるのは嫌だし、サラちゃんにも借りがあるから、アリスさんは多分、協力せざるを得ないだろうな。はいはい。で、ここはまず、よくって。階段。うわー、やっぱほらー、九太郎さんも、この立ち姿でわかるもん。もう少しでメダルが200枚なんだが、じゃあ、みたいなこと思ってそうだもん。やっぱり、ダメだ。こんなこと。ずっと一人で何かをつぶやいている。それよりも多分そこの右の扉にね、レコさん、いると思うんで、助けてあげてほしいんです、九太郎さん。まあ、こんなとこかな。じゃあ、アトラクションやるか。まだやってないのが、激走トロッコかな？はいはい。トロッコ激走中に現れる障害物をクリアし、制限時間内にゴールまでたどり着く。九太郎総銀。九太郎さんは？九太郎操作時持ち前の腕力で攻撃力が大幅アップ。総くん。身軽なのでトロッコの進むスピードが上がる。銀くん。加速アイコンの現れる確率が上がる。銀くんあれよね、お星様欲しがってたから、私と一緒にアトラクションクリアしようよ。やろうやろう。いい。シャラ姉ちゃんと一緒にトロッコ乗るにゃん。かわいいね。一緒に頑張ろうね。しかも難易度も簡単になるっていうことでね。すごいよ、銀くん。いいぞ、いいぞ。
激走トロッコ開幕。ほう。ここは二人で突破する。サラ姉ちゃんもお守りするにゃん。激走トロッコルール説明。いや BGM かっこいいね。トロッコでゴール目指して直進します。途中で現れる障害物をかいくぐり、制限時間内にゴールまでたどり着きましょう。木の壁、タッチ連打、破壊。鉄の壁、ネジ連打、破壊。コウモリ、危険マークをタッチ、回避。加速装置、加速マークをタッチ、加速。やばい、いっぱいある。ちょっと操作覚えられない。木の壁が出たらタッチ連打で破壊。で、鉄がネジ連打。コウモリ危険マーク、加速装置、加速マークね。やってみよう、とりあえず。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので、頑張りましょう。ちょっと聞いてみよう。もうちょっとな。もうちょっとにゃん。頑張るわ。オッケー。上へ行け。え、なになに、どういうこと、どれが。おぉ。こういうことか。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。へぇ、加速アイコン出た。はい、加速マーク出た。加速、さすが銀くん、ありがとう。へい、加速。てかコウモリあれか、あの注意マークってこれか、危険って。いやー、おらら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 ら、はい、オッケー、壊した。加速。あー、これね、危険アイコンタッチ。はいはいはい。木の壁壊す。加速出ろ、加速。あー、出なかった。ネジネジネジ、オッケー、加速来い。あー、違うか。はい、はい、おー、オッケー。はい、だだ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 、ゴール。戦いに勝った。やったにゃん、サラ姉ちゃん。僕たち最高のコンビは。このお星様も分け合うにゃん。サラ姉ちゃんに一つ、僕に一つは。クリアチップを一枚手に入れた。よかった。ありがとうね、銀くん。銀くんのおかげで助かりました。これでこのアトラクションはおしまいだ。交渉か？交渉時間。んー、あ！ちょっと待てよ。全員死んどるやないかい。待って待って待って、これは怖いって。ちょっとセーブして終わります。次回話聞いていこうか、この3人からってことで、おつぴよでーす。一体何が起きてるんだ。